友達に聞いたんやけどね、うん、トイレのリフォーム頼むんにね、うん、タンクなしっていうのがあるらしいやん。タンクなし、うん、あれって値段だいぶ違う。タンクレスはね、ちょっとね、高いな、うん、えらい値段変わる。いくらですのかな、多分何万も変わる。あ、そうか、うん、うん、まあ、うん、まあ、タンクなしだけど、うん、今度は想像ついてた。全然ついてなかった。もうこれまあパパパッと一番安くやってもうたらってカッコつくようにっていうような、うんうん、そんな気持ちだったんや。あ、まあでもこれ初正解よな。ほんでまたよ、うん、中さんのこのお父さんもね、うん、これやったらものすごいようなるでみたいな大層な誇張した表現は出たせえへんやんか。あ、うん、うん、ようなるでみたいな穏やかな感じ、なうん、それででも正解よな。そうやな、な正解よな、うん、何回もやってきてるさかい、もう分かってるさかいに、あえてな、うん、どうせできたら喜ばようみたいに思ってるんやろな、うんうん、まさかこんなようなるとは思わんかったんよ、うん、あ、水でジャーって流したらあかんの？あかんね。あかんね。目地取れてまうんでね。これ拭き取らなあかん。お前がそんな皿のスポンジ使うん？うん、これはもう何回も使えるんでね。あ、そうな。うん。このタイルが割れたっていう、うん、お客さん言うてきたら、うん、こんな1枚でも2枚でも買いに来てあげんの？買いに行くで。そうか、うん、あんまりないけどな。あんまりない、うん、1枚や2枚だったらみんな我慢すんの？そうやな、もう張り替えるっちゅうかね、シーリング詰めたりしてるわ、うん、みんな、うん、まあ、売ってるんでね、うん、でも張り替えた方が全然ええな。うん、張り替えた方がそらええわな。うん、そら綺麗やで。タイルの補修を頼みました。もともとがこの15センチ角のタイルだって、うん、でもう今このサイズがないんでちっちゃいのを貼ってもらいました、うんうん。